識を高めるべく勝ち時を上げてまいりましょうぞ。勝ち時は右手の拳を大きく掲げ、えいえいあえいえいあえいえいあ三度上げる戦勝祈願にござれ、はい、皆様方にはこのえいえいに続きあ繰り返してくださりませ。はい、それでは早速やってまいりまする上、皆様方右手の拳を掲げてください。右手の拳でございまする、掲げてくださいませ。それでは元気にまいりますぞ、皆の者勝ち泣きじゃっそれ、えいえいあえいえいあえいえいあ、支部招待は400年前よりよみがえりし者の集団、本日は現世という戦国の世を生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を全身全員お届けする所存でございます。私の料理で100人力陣笠隊夏一番やりから100万の分、我が天道を尽くす。何かを守りたき者はわしと共に、我こそは槍の者前田利家だ。人の一生は共に追うて遠き道を行くがごとし、急ぐべからず。いつの間にか主らを導かん尾張名古屋海部の僧徳川家康。はっ、おめえたち夢持つさらっと依頼目持ってちょうじゃ。いなる衆、わしとど依頼目見おまい戦国一の出世者、わしは太閤豊臣秀吉じゃ。はぁ、我ら名古屋おもてなし部招待、いざ参る。はぁ、勝利の前祝いじゃ、勝ち時をあげおまい。はぁ、名古屋とここに集まりし皆々の明るい未来に向かって勝ち時しや、それえいえいあえいえいあえいえいあ、我らはここによみがえる、我らはこの時代に生きる皆の声を聞いた、必死に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここによみがえる。どんなことが起こったとしても共に悩もうではないか、共に苦しもうではないか、共に喜ぼうではないか、共に楽しもうではないか、共に生きようではないか。我ら名古屋をおもてなしする招待参る。
私も名古屋城へお参った。そして忍びの者たちを入れよ。この者たちにも大きな拍手をば。そしてこの後は写真撮影の儀である。よさあ我らがかっこよろしく決めるかゆえに、主たちは手元のからくりにて我らの姿を収めるがよいぞ。さあでは前から行くでな。その後に左右と振るがゆえに四角を収めるがよいぞ。では正面から。さあでは参れ。はっ。では写真撮影会開始じゃ。一つ二つ。いつも以上に動いておられる豊臣秀吉殿。やはり暑い時こそになれば。いやさすが太陽の子供と言われた豊臣秀吉だ。そうなんじゃ、夏は結構不評なんじゃ。暑い少し収めていただきたいな。よしの笑顔でな、みんな涼やかになってちょよ。一つ二つ三つ四つ五つ、しまいじゃ。大義でよ。ありがとうござる。さあ反対側。さあ我らにはアテレン語を操る素晴らしき忍びがおる。おではその者に担当してもらおうかの。凛を行け。凛か悟りじゃないんかい。ワンツーかわいくスリーよし大義でよし。ありがとうござる。さあ、ね、ということで忍者太陽この後は。この後我ら木陰を利用いたしまして、写しへ写真撮影などを行ってまいります。かゆえに忍びのもとへぜひお遊びにくださりませ。では再び前へ。この未明の忍びの者たちに大きな拍手じゃ。徳川家康の白の忍者隊3。さあ続いては名古屋おもてなし武将隊の名瓦版を配りたいと思うがゆえに、左右の足軽の者たち見てくれるかの。この者たちが瓦版を配ってござる。その間に前田利家殿伝えた危機がありますな。承知。さあそれでは皆の衆、今尻の下に敷いておるその敷物は敷かと畳で皆から見て右手側の青い箱の元へと返却してもらいたい次第じゃ。さあそして昨今忘れ物落とし物が非常に多くなってきておるが、身の回りにそういったものがないかしかと確認いたし、そして我らの瓦版をもらってこの場を離れてちゃうよ。金目のものは置いていってもいいわけですか。それそして金目のものといえば、なんと皆から見てちょうど右手後ろ側、土産物屋にてなんと我らのグッズなるものも用意してござるでな。もし好みの演舞を見て気になったものはぜひとも手に取ってみてちょうよと。そうじゃな、そこでお金を落としていってもらえればいい。さよ素晴らしい。さすが太鼓殿下。さあ、みなるし、こたびはありがさんじゃった。ぜひぜひ我らの瓦版手に取ってちょうよ。それではまた会おう。さらばじゃー。